大丈夫、今度は失敗しないよ。フンヌの情を抑えることができなかった。僕に非があります。休んでいればよかったのに。君という人は。部屋まで送るよ。僕をかばうことで君まで傷つけられるのが嫌だったんだ。僕はそんなひどい顔をしているんだ。ありがとう。そうさせてもらおうかな。
どうして、どうして君がそんな悲しそうな顔をするの？怒ってるようには思えないよ。君の言うように、みんなが僕を必要としてくれているとしたら、僕のこの気持ちはみんなを裏切っていることになるのかな。君がいつも僕に優しくしてくれるのはなぜ？君は僕を思って怒ってくれたんだ。誰かを思う怒りは大切な人へ向けた優しさなんだね。君に裏切られたと思われたら僕はとても耐えられないから。何より、君の声が聞こえなくなっていたら、教えてくれる？君のぬくもりは、まっすぐ僕の心に届くから。ずっとそばで、感じていたい。僕、きっと落ち込んでしまうと思うから、またこうしてほしいな。